大体行くんですよ。ええ。ね。9時20分。やばい。乗りたいけど。絶対フェリーの嫌やあ。1時間や、ね、怖い。頑張りましょう。はい。おやすみ。おやすみ。おはようございます。寝た。おはようございます。おはよう。どっか行かれるんですか。何しに来はったんですか。今日あのおばちゃんに清掃の路上ライブしに来ました。言ったらドライブって言われました。おめでとう。今日はバスに乗って、フェリーに乗って、バスに乗って、長時間の大移動です。もとちは昨日のゴールデンタウンチャンネル見てます。ウェイ。キャビンアテンダント。え？キャビンアテンダント。アテンションプリーズ。でもまあ喋りたくないね、俺。動画回ってる時に。なんで？自分の声キモすぎて。よかったよね。いやいや、まあ。いや、マックでしたわ。朝マックな。違いがある。昼マック。遠いぞ、置いた。めっちゃ遠い。薄味ポテト。フェリーの乗り場まで行きたいんですけど。はい。あ、大丈夫です。はい、0897-941-3574。あ、わかりました。じゃあここに電話したらいいですね。あ、わかりました。ありがとうございます。はいはい、次はフェリーに電話何の構え俺らが今から乗るのはフェリー。昨日食べたのはデリー。カレーね。マリアスのままやごっちゃん電車で市駅に戻ります。ごっちゃん電車、路面電車、あれ、元気は？あー、ごめん、電話出てない電話が電話出た今、三崎に向かっています。三崎港に到着、ここから九州、大分に向かいます。へい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 。え雨降ってますね。はい、かなり雨でございます。あー、見た。何してんの？何してんの？何してんの？おっちゃんどうした？ジャコばっかりや。食えへん。ジャコ食えへん。インフェリー。雨はあいにく降り続いたまま。いや、この場所から今から九州大分に行きますぜ。だけど着くのは佐賀。俺佐賀岬あれ俺佐賀県まで行くと思って、違うフェリーやと思ってたあれまさかの大分なのに佐賀。さあ今日は何時から始められるでしょうか。思った以上にバスが長すぎた。長すぎた。3時間でここから1時間フェリーに乗って、でその着いたとこからまた1時間かけて大分に行くということです。その時は展望台見れなくてテンション下がってます。 Wi-Fi あるんだよ。フェリーの床を蹴り、伊藤はテリーカレーはデリー。シーフード会場で食べるぜ。シーフードイエー。
腹が減っているけど船酔いが心配、そんな時にはネットで調べる、食べると酔うか酔わないか。船酔いが起こる原因、目で見ている景色と体が感じる三半規管で船酔い対策、お酔い止め、はい、飲んだ飲んだ、うん、ドリンクタイム、それはどうでもいい、アルコール取ってない取ってない、優先前、酔い止め空腹で船に乗らないことが、これやっぱり船酔い防止ってどうかね、絶対そうやわ、俺も。でも医学的な根拠は分かりませんって言ってるやん。何やってんだよ、外拝みやからね、ドラマ一時期そう何してんねんやろ何何やろ、それが愛媛県出発、ありがとう、すげえ霧が、やばな電車に乗って大分に向かいます。バス、電車は乗るんですか、多分。マジか、やばい、でも寝れたおかげであんまり酔わんかったしあ、そう酔ったけどはい、九州上陸、何言ってるわ、さあ、なんか浮いてる、さあ、大分です、大分、大分、どこに行ってるの、お疲れトリバー乗り物ばっか、めっちゃ都会、めっちゃ都会、思ってたよりもうパッと見50人おる。さあ、ということで大分到着です。イエー、さあ、ようやく大分に着きました。レトリバー死んでたけど大丈夫ですか、乗り物、めっちゃ死んだ、ほんまに死んだ今日は長すぎた、長すぎましたね。さあ、ちょっともう7時、やばい、早くしよう。いやー、この場所でスタートするぜー、大分、都会だぜ、超都会、超都会、いやー、四国から来ると人の量がやっぱ違うね。歌う前にストップかかってしまいました。ちょっと気持ち的にも下がりつつあるんでちょっとねいい場所を探して頑張りたいなと思います。ちょっとこの場所を準備している途中に、はい、無理ということで、はい、はい、これ探します。ゴールデンの時イライラしてる、ゴールデンの時イライラしてる、めっちゃイライラしてる。いや、大分できないぜこれどうするよ、場所がどこもない、ないぞ、あそこ無理やったら無理くね、あそこラストかけよう、あそこ行くか、例のあの場所勝負しよういや、現在8時です、何もしてません、どこでもやるよ、 OK、 ここでやるよ、それはやばいや、全然やるよ、全然やるよ、ど真ん中や、思わんかったわ、レッツゴー、よし、場所探しの末ようやくここに、どこにおんねん、リュウキここでやります、はい、はい、頑張ります、イエス、8時です、うせえろ、雨降ってきたぞああ
がっつり雨降ってきたぞ。うわわわ、ほらみんな傘差し始めた。出した瞬間やぞ。出した瞬間ちゃんととりあえず中入れるか。ああ。どうなの、雨降るの降らへんの、どっち。降ってる降ってる降るよ。降るのか。水が傘差しもうちょっとどうしよう。ああ。神様よ真っ白です。白いですね。霧の中で歌ってますね。いや、ストリートライブ in 大分初日8時からスタートしたんですが、結局今日はこれ以上はもう歌えません。もうこれ以上は歌えないということで、ここで諦めて明日残りの枚数4人で全部届けていきたいなと思います。僕は明日の途中夜に8時ぐらいからちょっと抜けて先に大阪に僕だけテストなので帰ります。それまでに全力でね明日頑張っていきたいなと思います。残念。すげえすげえ、ちょっとダッシュダッシュ。おもろい。え、やらない。何やらない。あ、妙。あ、もう切りなくなる、切りなくなる。妙。おもんないわ。シュール。シュールすぎるよ。切り深すぎやろ、これ。が来たらおもろいな。はい。終了です。無理。今日はちょっとできませんでした。無理、あかん。無理や。イライラするわ。明日頑張って、切るから歌います。一枚余った。はい、ということで大分県初日、ほとんどもう移動時間で終わっちゃったんですけれども、7時から来たんですけれども、ちょっとね場所の関係で全然できなくて1時間だけ、しかできませんでした。残念。明日からどうやってやるか。頑張って。ちょっと今日はね、残念でした。結構朝一から愛媛から行ったんですけどね。遠かったということで、明日僕は夜に帰るんですが、それまで頑張りたいなと思います。See you again。 さあ、本日のご飯は弥生県でございます。どうしようかな。初めてちゃんと定食食べるじゃん。鶏カツ定食ないんかな。生姜焼き安いな。安い。唐揚げ定食、塩唐揚げ定食、ハヤシライス、厚切りカルビ焼肉定食。うわ、迷うな。優柔不断、困るこういう時。ほんまに今日はもう移動でかなり体力使いましたから、レトリバーは特に。いいよな。ほんまにちゃんと食べとかないといけない。バス去年も起きとくってことが無理だから。起きてたら絶対酔うから。わ、魚食いたいってのはな。食したい。やたら豪華。へー、すげー。何にもしない。明日も焼いていけば。え、明日も焼いていけば。ちょっと、何本食いたい。あと10枚売ったら。いいの、こういうの。頑張ろう、明日。チキンラーメンカメラ。それおかわりです。自由何杯目？4杯目でも目標は5。5？ 言うたら何杯いく？
まああそこのご飯、まあみんなで、まあ個人的には4杯、まあ 1.5 杯目ぐらいだけど、これにまた止まってるんですけど、最終的にはチームプレイ、チームプレイで最終的にはやっぱり、あそこのご飯全部完食できたので、ありがとうございます。めっちゃおい。どこ行くねん。アピール、もっとアピール。10年実行するの。ハプニント全部。余裕持ってその時間設定してたら30歳でも大丈夫だ。いや、俺はあかんと思う。いや、ダメですよね、やっぱりそういうのはダメですよ。みんな食べないんですか。はい、はい、ご飯はやっぱ食わないと。これこうなんですか。何の説明してる。じゃあ、5杯目に詰め込みましょう。そうしよう、そうしよう。5杯くらい、かっこいい。しかも、大きくないじゃないですか。おっくなっちゃう。どのチビやってるね。あ、そうなんですか。あ、だからこんなお荷物なんですね。あれ、本田圭佑さんまだすごい、まだ 1.5 杯から進んでないですけど、ね、僕ね、1回ねこのゾーン絶対あるんですよ。ここを乗り越えたらやっぱりこの谷が深いほどやっぱり上には山あり谷ありですか。やっぱ人生山あり、やっぱ山ありは谷もあるんで、僕今谷の時期です、ね、これまあ、谷が深ければ深いほど、この時間が長ければ長いほどやっぱり、ね、あの上に上がれる振り幅、伸びしろ絶対にあると思うんで、まだまだ僕らはゆっくり攻めていきたいなと思います。いいな。俺もモノマネしたいわ。教えてよ。1話入ってすれば佐々木さん、いや、息揚々とご飯ご飯っつってたけど、でもこれご飯ね、これ今丼にするわ今から。なんかいつか空いてますからね。前で本田圭佑さんがもう、あ、なんか乗ってますよ、あれ、市川隼人さん、集中集中、あれ言わせんよ。ここのご飯半端ないくらいうまいっす。うまい、似てる。マルキンだ。マルキンだ。お前俺の飯の方がいっぱいあるだろ。お前早く食え。お前俺が食べようのこのマルキンだ。あ、もこみち、もこみち。もこみち。もこみち。これ見てないよ。これここしか全然見てない。でもリューチェル、リューチェル、リューチェル。もう本当やだ、本当待って、本当ちょっと本当やだ。笑われちゃう。これ僕お姉とかじゃなくてリューチェル。お姉とかじゃなくて。見ないです。見ないようにして。見ていただいても全然。はい、本田さんこれ3杯目してる、まだ3杯目すね、全然入ってないよ。あめ、たくなってな。この人ちょっと低い。3.6 ぐらい。そういうとこ見てるもん。全部食った、ご飯。乾杯、乾杯、いかが完食、完食。これ明日の夜まで飯いらん。これなんで俺今日これ4杯食えへんのか分かった。唇の下になんか出来物できてるから出た、言い訳。ほんまや。じゃあ上がればみたいな。昨日の晩から本田さん風に言うと自分でいなさいって言いそう。あ、言いそうや。めっちゃなんで食えないか。まあその理由っていうのをまあ自分で確かめてみたら、結果唇の下唇なんかできてる。気を起こしてる、気を起こしてる。めっちゃ足草攻撃、足草攻撃きた、足草攻撃きた。大きい大きい。足草攻撃きた。全然起きひんや。やばいや。全然起きひん。
スイついたで。あ、そうや。